今日およそ2年3ヶ月ぶりに公開された通称梅北の地下にできる新しい駅の工事現場 JR 西日本が大阪駅の北側に建設している駅で来年の春に開業を目指しています梅北新駅の地下空間ですおよそ2.4キロにわたり線路が敷き終わっています これは2年前の地下2階のフロア、天井もありませんでしたが、今日の公開では、駅のホームが現れました現時点で工事全体の8割が完了していて、今後、改札や内装などの工事が進むということです。こちらの地下通路を使うと JR 環状線のホームからこの駅まで、歩いて8分で乗り換えができるということです。完成すると、現在の大阪駅と改札内の通路で結ばれるこの駅、これまで大阪駅には止まらなかった、関西空港と京都をつなぐ特急はるかや、和歌山方面に向かう黒潮が停車することになり、関西全体のアクセスの向上が期待されています。 コロナウイルス感染症の収束後には、この駅が大阪だけではなく、関西全体の発展、そして活性化の起爆剤になればと梅北エリアでは、他にも日本初進出となる高級ホテル、ウォルドオフ・アストリア大阪など、3つのホテルも開業する予定で、駅周辺の開発が進むことになります。